ハップル宇宙望遠鏡は、クレート・オブザバトリー計画の一環として1990年に打ち上げられた地上約 600km 上空の軌道上を周回する宇宙望遠鏡である。名称は宇宙の膨張を発見した天文学者エドウィン・ハップルにちなむ。長さ 13.1m、重さ11トンの筒型で内側に反射望遠鏡を収めており、 主教の直径2.4メートルのいわば宇宙の天文台である。大気や天候による影響を受けないため、地上からでは困難な高い精度での天体観測が可能。2021年6月の故障以降、故障箇所の特定、復旧作業が NASA により行われているため、観測は行われておらず再稼働は未定。ハップル宇宙望遠鏡は、 地球の周回軌道に乗せられた望遠鏡の中では一番成功を収めたものだろうと言われている。ハップル宇宙望遠鏡が行う観測のほとんどは目で見える光の波長を使う。そのため望遠鏡を地球の大気の薄いところに置く最も大きな利点はシーングによる歪みを受けないことである。観測する天体を細かなところでまで明らかにすると同時に 光を狭い範囲へ集めることで暗い天体まで観測することができる。望遠鏡の大きさはバスほどもある。これまでにスペースシャトルが何度かこの望遠鏡とドッキングし宇宙飛行士が打ち上げ後の試験運用で判明した光軸のズレを補正したり観測装置を補修したり新しいカメラや分光器を取り付けるなどしてきた。ハップル宇宙望遠鏡の分解図5つの 観測機器に加えて、望遠鏡の標準に使用され、姿勢制御や正確な位置天文観測にも使用される、ファインガイダンスセンサーを備えている。これらの装備は、スペースシャトルでの整備によって交換が行われ、初期の装備はすべて交換されている。2009年の最後のサービスミッション以降、稼働しているものは AC、ACS、COS ST、STs、WFC3 で、 残りのニクモスは休止状態だが WFC3 が故障した場合に稼働させる可能性がある。ハップル宇宙望遠鏡が捉えた宇宙、左上、お玉弱視銀河アープ188、右上、高温性運 NGC2264、左下、オメガ性運 M17 での構成の誕生、右下、 融合銀河 NGC4676,990 年にスペースシャトルディスカバリー号によって一度の打ち上げ、延期を乗り越え、満を持たして打ち上げられた。しかし打ち上げ直後の調整で天体の光を集める鏡の端が設計より 0.002mm 平たく歪んでいることが発覚。この誤差により分解能は予定の5%になってしまった。この歪みは、 主教を製造したパーキンエルマー社の工場において鏡面の歪みを検出する塗る補正装置が正しく取り付けられていないことが原因だった。本来小型の鏡の歪みを検出する用途に使われていたこの装置を2.4メートルの大型鏡の補正に用いるために無理に取り付けたことが歪みを生む結果につながったのである。この問題を修正するために 焦点に入ってくる15%の光を最大限に活用するソフトウェアが開発された。これで性能は58%まで回復。これ以上の修復は直接宇宙へ行き、ハップルを修理するしかなかった。もともとハップルは運用期間15年の間に数回スペースシャトルから修理などを受ける予定だったので、NASA はこの修理に鏡の誤差を修正する。 光学系の装置を入れることを急遽決定。この修理に伴う船外活動のため、宇宙飛行士たちは1年以上、延べ400時間に及ぶ訓練を受けることとなる。この訓練のおかげで、この大修理は無事成功。結果、ハップルは当初の予定を遥かに超える性能を手にし、天文学史に残る数々の貴重な天体写真を捉えている。 非常に美しい芸術的な天体写真も多数公開されている。これらの写真は必ずしも本物の色ではないことがある。肉眼では見えない領域の光を撮影した場合は疑似カラーと呼ばれ分かりやすいように波長ごとに色付けするためである。光学系回修により可能となったハップルウルトラディープフィールドハップル宇宙望遠鏡の後継機としてジェームズ・ウェッブ 宇宙望遠鏡の打ち上げが2021年に予定されている。主鏡の直径は約6.5メートルであり、ハップル宇宙望遠鏡よりもさらに高性能化が図られている。ただし、観測波長域は近赤外線、赤外線のみであり、近紫外線、可視光の観測能力は持たない。地球と太陽のラグランジュ点に位置することで、地球近傍のゴミの影響を避け、 より高精度の観測を可能としている。元は2011年の打ち上げ予定であったが、たびたび延期されたものである。2012年6月4日、運動の KH-11 と推測される、偵察衛星の地上予備機に機を NASA に供与することが、米国メディアで報じられた。この偵察衛星の主鏡の光景は2.4メートル、あり、ハップル宇宙望遠鏡と同じであるが、 よりハイテクで軽量である。視野は、ハップル宇宙望遠鏡よりも100倍広く、焦点距離は短くなる。この地上撮影用の望遠鏡を宇宙観測用、望遠鏡に改造し、2025年に打ち上げる計画。NASA のマネージャーと大学の天文学者がこの光学系を点検した結果、ハップル宇宙望遠鏡のものよりも優れていることが確認された。これにより、 太陽系外の惑星の撮影や暗黒エネルギーの存在確認に役立てることができると考えられる。この望遠鏡の二次鏡は地上からの制御あるいは搭載機器の制御で稼働させることができる。この二次鏡は6本の支柱で固定されており、各支柱の下部にサーボモーターが装備されており、これで焦点の微調節ができる。この供与されるロの衛星には、 太陽電池アレイ、コンピュータ、姿勢制御システム、観測機器といった主要な部分は含まれていない。NASA は15億ドルをかけて、合計1.5メートルの急称、ワファーストを開発する予定であったが、このナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡の開発に使うことになり、合計も2.4メートルに変更された。ありがとうございます。